みんな見えてますか？ちょっと。じゃあ今日はね、この構図で行こうかななんていうのは、まあさすがに通らないんですけれども、今ちょっと歌ってる時はね、全然気にならないんだけど、ちょっとめちゃくちゃ恥ずかしくなってきちゃったな、ちょっとなんか。このままで行こうかな。ちょっとカメラさん、ちょっと足の辺映しててもらっていいですか？ちょっと恥ずかしいんで。よりで。どうですか？ちょっと。ね。まあちょっとさっきの曲はなんてね、いう感じでね、さすがにね、やれないんでね。皆さん、できました！カナデイズル 3D 配信どうでしょうか？うわ、もうなんかコメントの流れもいつもより5倍ぐらい早いですけれども、ありがとうございます。今ね、歌わせていただいた曲は、あの夏のいつかはという楽曲でございまして、まあその昨今のね、まあいろんな情勢上ね、なかなか夏もね、思い出が作れなかったりとか、僕もね、まあそれのせいでね、思い出がね、まあなかなか作れなかったわけですけれども、まあそんな中でもね、まあしっかりね、まあ皆さんの思い出になれたらな、なんてことで、チョイスした一曲でございます。ですね、こちら、ハッシュタグ等々もありますので、見えてるかな？どう？見えてるかな？見えてるよね。こちらのハッシュタグでぜひぜひつぶやいてもらって、まあできればね、まだ見ぬ人に、届けていただければいいなと思います。ご紹介遅れました、ホロスターズ1期生カナデイズルと申します。よろしくお願いします。いや、ちょっと恥ずかしいな、なんか初めて皆さんの前にね、顔を現した時のようでございますけど、まあね、先ほど歌ったね、あの夏のいつかは、本当に大好きな曲で、まあ来年とかね、来年の夏とか、まあいつかね、まあメンバーのみんなと、まあ歌ったりとか、まあ思い出作ったりして、いろいろね、やっていきたいなって、そんな思いをね、込めた、まあ一曲なんですよね。まあね、だからまあそうだな、まあこの楽曲問わずでございますけれども、まあ皆さんね、今年のね、夏はね、まあいろいろ、まあ楽しかったこともあったと思いますけど、やっぱ今僕の一番好きな、ここで改めてね、皆さんと、視聴者の皆さんとね、思い出を作れたらなと思っております。もうめちゃめちゃ緊張しちゃって、いつもより早口な感じがしますけれどもね、まあね、もちろんね、みんなともね、メンバーのみんなともね、もちろん思い出をね、作っていきたいなと思っておりますけれども。どうだろう、こんな感じなんですけどもね、近場で俺だもー、怖い、思い出を急に作ってくれませんか。その声は一体、その声は一体、一般人の K です。あ、一般人の K ですか？あ、はい、一般人の K です。あ、すごい可愛らしいお顔をしていらっしゃいますね。その辺にいた一般人の K ですか？あ、はい、先ほどちょっと砂浜を歩いていた K でございますけれども。あ、そうなんですか？あれ、すごい歌良かったですね。かっこよかったです。 ありがとうございます。なんかちょっとなんか通行人の方に、ね、褒めていただいてすごい嬉しいんですけれども。はい、じゃあ私はこの辺で失礼します。あ、ちょっと待ってくださいね。しっかりとね、今日一人だけ呼んでおりますから、さすがにね、まあ、皆さん分かると思いますけどね、声だけでね。はい、というわけで、ホロスターズ3期生獣人の国からやってきたマフィアのボスこと影山支援でーす。イエーイ、支援ありがとう。いずるさん、おめでとうございます。ありがとう、支援ちゃんもありがとう。いや、来ましたよ、ありがとうございます。いずるさん、とうとうなりましたね、3D。 まあそうね、満を持してやね。どうですか、3D になった感想というか、なんか、いや、なんて言うんだろうな、まあ、うん、結構ね、昔からね、自分結構可愛いんじゃないかとか思ってたりしたんですけれども、はいはいはい、まあ、ここに立ってみると、うん、可愛くないわけがないな、僕は、とね。それまあそれはそう、なんでね、そのいずるさんの可愛さを、はいはいはい、さらに引き立たせようと思って、うん、まあ、ちょっくら私、巷ではシエピーと呼ばれているので、シエピー、今からね、撮影会だったり何だったりみたいな時間を設けさせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。まあ、やっぱりね、まあ巷では CAP と呼ばれてるね、支援さんをね、まあ、ここにお呼びしたっていうのは、やっぱそれがあってなんですよね。はい、いやいやいや、とんでもございません、私のようなね。ぜひよろしくお願いします。もう本当にキュンできるようなやつがいいですね、もうちょっと。あ、そうですね、まあでも一番可哀想を知ってるのはいずるさん自身だと言っても過言ではないんですけれども、まあそうなんですけどね、とりあえずもう一回、うん、カメラさん、下からちょっと
舐め回すようにぐるーっとちょっと回イズルさんを見るように回っていただけますか。あーいいですね、足が見えますね。ちょ、はずいな。裸足なんですね、素足なんですね。はずいな、ちょっと。膝小僧も見えますね。膝の後ろ側の H の部分、ここが一番ね、くぼんでいるところがスケベでございます。スケベでございます、はい、ちょっと、はい、どんどん上に上がっていきましょう。どんどん、あ、お洋服もね、いつも着ていらっしゃる服かわいいですね、さすが。あ、後ろ側もね、ちゃんと見えますね。これ模様とかがあったんですね。はずいわ、ちょっと。いや、いいですね。もうやめさせて、ちょっと。そしてそして、はいはい、顔、はい、顔、ちょ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 、はいはいはい、顔顔顔顔、いや、もうはずい、はずい、いいですね、めちゃめちゃはずい。カメラさんにもう何もなんかもう目が向けられん、ちょっとはずいすぎる。はずいはずいはずい。いやいやいや、せっかくのね 3D のいずるさんの姿ですから、ま、それはね、まあ、しっかり見せていただかないと ね、まあ、ね、視聴者もね困りますよね。まあちょっと俺だけじゃちょっと恥ずかしがって、いつもいつまで立ってもこれなんで。そうそうそう、後ろね、そう、これなんで、ね、そうそうそう、はいはいはい、できればね。じゃあそうだな、はいはいはい、スクショタイムみたいなもんですね、は要はね、そういうのいただけたらな。じゃあそうだな、じゃあポーズいきますか、いずるさん。あ、ポーズ、ポーズ取りますか。じゃあそうだな、膝に手を当てて、はい、しゃがんでるような感じで下を向いてもらえますか。こういう感じですか。あ、両手で膝を、そう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 、で、カメラさん下、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 下からで、下からで、苦しい、下からで、下からで、苦しい、で、もうちょっと近づいていただいて、そうそうそう、もうちょっと近づいていただいて、体勢的に苦しいとかじゃない、あ、精神的に苦しい。カメラに向かって、伊豆さん、一言、調子のんなって、はい、どうぞ。調子のんなって、うわ、やめて、その風やめて、恥ずかしいわ、素晴らしい、とんでもなく恥ずかしいわ。いや、ここで違うんですよ。あの、いずるさんが可愛いポーズをして、うん、あの、可愛い発言じゃなくて、まあ、ちょっとね、あの、素のいずるさんのような感じのギャップなんだ、セリフをチョイス、そう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 、したことによってギャップが生まれるっていうね。恥ずかしすぎる、あー、ブルブルしてきた。いや、恥ずかしい。いや、いいですよ、いずるさん。いや、せっかくの 3D ですからね。ありがとうございます、皆様のおかげでございます。じゃあそうだな、次は、うん、あの、手を後ろに、うん、後ろで組んでいただいて、後ろで組んでいただいて、で、まあちょっと腰を振る感じで、まあ、どういうこと、待ち合わせで待ってる感じをちょっと醸し出してもらえますか。あー、いいですね、いいですね、いいですね、まだかな、まだかなって、待ち合わせしてるのにまだ来ないのかな、あのおじさんは。悔しい、まだ来ないのかな、となぜ俺はビーチでこんなこと、まだ来ないのかな。はい、カメラさん寄って、はいはい、来ました、はい、来ました。そして一言、いずるさん、何でしょう。遅いぞ、遅いぞ、焼肉おごれよ、遅いぞ、焼肉おごれよ。あー、いいですね、悔しい、素晴らしい。恥ずかしい、恥ずかしさと悔しさが、皆さん、これ皆さんがね、今焼肉もう送ってますから、これ、うん、ほっぽってますから。あ、今焼肉が飛んできてるんだ。焼肉飛んできてます。あ、いつもの恒例のあれで焼肉飛んできてるんだ、ありがとうございます。スパチャではなく焼肉飛んできてます。いや、恥ずかしいな、なんかね、歌ってる時は大丈夫なんだけど、はいはいはい、全然、精神的にね、はいはい、そう、ただ、はい、はい、じゃあどうぞみたいな感じになったら、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、はいはい、あ、でもあれですよ、みよりさんはすごいノリノリでやってましたよ。いや、そうやけど、そうそうそう、うん、それはあの、おのおのキャパがあるからね。あーね、いずるさんは違うと。そうなの。いや、でもね、やっぱ可愛らしい姿をね、ちゃんと見せていただけるとみんなも喜ぶんじゃ。いや、別にあの、私利私欲のためじゃないですからね。あ、なるほどね。俺が見たいとかとかではないですからね、別に。なるほどなるほど。もう俺もう足が止まらないわ、なんかもうもうずっと動き続けてる。みんなと集まってみたいな。ちょっと緊張してるっておっしゃってましたもんね。そうそうそう、めっちゃ緊張してるんだよね。じゃあそうだな、最後に一個、うん、まあ、せっかく海があるので、うん、そうだな、ちょっと、まあ、このたい、まあ、この感じから、うん、ちょっとこっちに手を引くような感じでおいでっつっておいでって言って、そこから伊豆さんが海の方を向いて、で、カメラに向かって、うん、この景色を君と一緒に見たかったんだって、ちょっと一言いただいてもよろしいですか。細かいよ。まあ、やるしかねえ。ちょっと、はい、じゃあ忘れたら言うんで、アシストするんで大丈夫です。はい、じゃあ行きますよ、カメラさん、いいですか、カメラさん、大丈夫ですか。よし、おーい、スタート、おいで、手を引いて、この景色を君に見せたかったんだ。カット。はい、ホロスターズアカデミー賞受賞です、おめでとうございます。
ありがとうございます実は どうしました？もうね1時間ぐらいやったかなみたいな気持ちになってきました。だんだんと、うん、本当ですか？いやいやいや、お披露目まだ、ね、いやお披露目全然始まったばかりでしょですからね。ありがとうございます。まだ1曲しか歌ってないのに、もうめちゃ疲れたやんけ。まあ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 、これでね、いずるさんのさまざまな姿をね、みんなパシャリパシャリとできたことなんではないでしょうかと思います、うん。いや恥ずかしかったわ。でもありがとうございます、来てくれて。唯一呼んだ支援、支援よかったわ。でもなんかしっかり指定してくれて。唯一ってことは俺だけ？そうですよそうです。あ、そうなんですね。そうなんです。いや、そんな、いや、そんな場に呼んでいただき光栄でございました。いえいえいえ、いつもありがとうございます。なんかこの間も差し入れとかもらっちゃってありがとうございます、本当に。もあーね、あのダンスの時にね、そうそうそう、みんなお腹空くかなって思って、それ差し入れしましたね。いや、じゃあまあまあ、ね、うん、まあまあまあ、まだ時間もある、あることですし。そうやな、まだこっからぶっ続けでいっぱい歌わなきゃいけないからな。いや頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ CP はね、この辺で退場したいと思います。はい、ありがとう。この後も楽しんでってくださいね。バイバイ。じゃあね、支援、バイバイ、グッドラック。うわ、支援がいい。なんか心細かったな、なんか心細くなっちゃったな。なんかあんだけ悔しい恥ずかしいって言ってたけど、なんか心細くなっちゃったな。なんかでもこのままもう一曲行かせてください。せっかくのね、このね、青い海、綺麗な俺ということでね、もう一曲ね、歌わせていただけたらなと思います。続いての曲は、大好きな曲ですね、バンプオブチキンさんの、車輪の歌ということで聴いてください。